1種目目のあん馬、注目の人ベロツェルチフから始まります。自由と規定で10点ずつを出しています。この種目で出せば30点満点ということになります。硬さはありません。すごいですね、このトーマス展開も。はい、トーマス展開前後移動ですね。非常に足先の線まで綺麗な選手ですね。全く隙がありません。さあ着地です。決まります。これはどうやらこの種目でも10点を出しそうな感じのベロツェルチェフです。出ました。10点、10点、10点です。やっぱり素晴らしい息ですね。